めちゃ近況でまたうんちしにいたパッパ近況をするとトイレ行きたくなる男です。さてこれは結婚記念日に必ずやることになれるでしょうか。パパは痛みに耐えられるでしょうかね。ねえ、ねえ、何でしょう。まめこわかる？パパ何がやるの？めちゃプルプルしてる。大丈夫ですか？ねえ。余裕です。パパは最強だって。楽しみだね。この店の豚さんです。こんにちは。じゃあ、ちいちゃんがいるよ。ねえ、かわいい。OK。まめこもやります。ほら、手できる。やばい、モートに入ってるまめこちゃん。何？緊張。緊張になってきた。ほら、パパ緊張な表情。マスクしてもわかる。いきますよ。何？痛い。痛い？会痛吗？会。会痛吗？痛。痛。頑張ってパパ。余裕。余裕？大丈夫？耐えられる？多分。多分。何？汗が出る。あ、ちょっと主催していいですか？なんでタトゥー入れようとしたんですか？もう普通の仕事しないかなと。今の職業は聞いていいですか？革職人です。わあ、かっこいいんですね、職人さん。で、今日はなんでこのお花入れようとしたんですか？かっこいいかなと。かっこいい。いや、男ってかっこいいのは虎とか竜とかじゃないですか？それはもっと繊細な生き物だからな。で、痛みは1から10だと何点ですか？5? あ、全然余裕ですね。え？たまに7、8が来る。はぁ、波みたいな。ゲリーが来たみたいな。骨当たるとこが痛い。骨のところが痛い。ここや、ここ。でも、日本社会でタトゥーに厳しいじゃないですか。それ心配ないですか？別に。どうでもいいかな。今、形ができたそうですね。で、うちの看板娘は爆睡中。どんな感じですか？注射を100本。100本？注射100本って感じで、めっちゃ間違ってる。そう、看護師さんがあ、すいません、間違えました、違うとこ刺しました。何回も同じ場所、プスプスプス血が出てこないから。タトゥー入れようのきっかけは？きっかけは、うん、結婚記念日でしょ。このね、1周年の記念にね、だからもう2人で仲良くやっていこうぜっていう、うん、そういう証。証、今年も仲良くしてたなって証。そう、素敵ですね。いつか増えない年が来たらそれは喧嘩してるってこと。大ね。10年後に40個増えてるんだよ。ちっちゃいやつでもいいじゃん。星みたいな。星だろ。まあ、最初はちょっとデカめにね。どうした？どうした？どうした？え？真ん中のラインが痛い。ああ、綺麗。痛い？
もうちょっとか。これや、みんな撮るや、これ確かによく言う。できたよ。まめこまた寝てるよ。目覚めたまめこ。痛い。あ、痛いは痛い。そうそう。陣痛とどっちが痛いですか？いや、もちろん陣痛。痛み10点満点だと。陣痛は8。8？ 10は何？問診？そう、内診、内診。内診は10。で、タトゥーは4ぐらい。半分。何すんの？何すんの？これ何してんだろう、これね。うん、全然できた。私またラップ。何点？え？え？何点満点中？10点満点で。10点満点中？うん。10点。10点？よかったじゃん。ねえ、職人は厳しいな。まあ、まあ、10点つけたの。あ、よかった。かわいい。まあ、ミチルっぽくない？え？ミチルっぽいやつ。まあ、ぽい。ちょっと、一回。お前、もう、これめっちゃ食べてんじゃん、なんか。お前、入っちゃうから。そう、お前、口に入ってるよ。もう言わないでって。やめてよ、お前。2個か、お前。